濡れた影を引きずりながら螺旋階段を降りていく。空と戯れるための設計図はごく一部の命にしか配られていないみたいだ。翼の真似をする両手が教えてくれるのは空の重さだけ。飛べなかった人たちは駅に集まる。引力に足首をつかまるためのつり革につかまる。目を合わせないのにもな。イヤホンで耳を塞いで10色の電波を抱き止める。その間だけモノクロの世界に亀裂が入る。何度もひねったドアノブの奥も何度も座って机の前で私に当てた。手紙を書くよ。このカラフルが冷めないうちに。大丈夫、引力と悲しみなら悲しみの方が先に尽きるよ。できれば君の声で歌ってほしいな。私に似た誰かに。この手紙の内容を忘れる。いつかの私に届くように。私は私にも誰でもない。
を束ねてくれているのは君だった。君の隣にいるのはいつもより痛みが短くて、いつもより明日が遠くて、いつもより今日が長くて、いつもより今日が近くて、たくさんたくさん幸せなって思えた。それだけで結局どちらも楽しめるので、夢に引き裂かれるためいつも今日の総員